まあ、避けられないなら、火力で押し切ってしまうっていう、まあ、その方が多分4が4は強いと思うんですけど、神風対ランボル、地雷を撒いているがかかってくれるか、地雷と地雷の空母攻撃か、今撃ったがランボーが何を装備してるかちょっと分かっていないんですけど、地雷持ってるんですよね。神風さんも回復持っているので何個同点ぐらい、地雷は吹き飛ばす仕様になってるんですかね。地雷吹き飛ばす仕様になってるんですかね。地雷対策されているんで割りかし、ただ一発が食らってしまった。俺はもう地雷しか攻撃手段がないようなもんなんで、多分負けますねこれは。成功に返したいランボー。ランボー強いですね。ただ対空手段がないような感じ。アビスパさんにはちょっと色が悪い。ランボー対400馬。2ヶ月の馬は走り回ってはいるものの、怒りの乱暴にはちょっと対抗できない。安定した戦いですね。これは優勝候補ですね、怒りの乱暴は。攻撃でに勝てるかどうかですね。飛んでくるので、上空に入って上まで射角は一応あるか、一応撃てる、一応撃てるがどうだろう、一応撃てる。これはちょっと防御力の差でアフガンが勝つか。意外と上まで撃てる。爆弾で爆撃ができない分、ちょっと効果は押されてしまう感じになる。なるほど。ランボ回復、ランボ回復。ただあまり食らわないようになってきたので、体力的にちょっと押し返した。ランボ燃えて、ランボ燃えて死亡か。ランボいけるかと思ったら、ちょっと集中崩壊になってしまいました。対空にアサルトはな、アサルトはなんかよくあんまり当たんないですね。ショットガン的なものを持ってないとしんどい。戦う前から負ける感じですね。時代しか恋してはない。一応熱系の武器を装備しているので余裕しない。やっぱ乱暴の方が明らかに防御的が強い。地雷に引っかからなかったので乱暴が完全に優勢。5機が死ぬ、3匹とも死亡とか。地雷が吹き飛ばされるとね、ちょっと俺の事態は終わりですね。この機体はちょっとコンセプトがいまいちわかんないですが。
時間切れで第3チームの勝ちでした。ただ一発も食らってないっていう、食らったのか回復したのかちょっと分かんないですね。食らってないっていうのはやっぱりあれのおかげなんですかね。味方も見えないんで、固まってしまうとなかなかしんどい。壁にダメなんで、それ4×4だしんどいですね。なんかよくわからない戦いになっている。なんか熱で2代目は1匹やられたが、ゲージャーも1匹やられている。2代目が若干不利かな。最終的に障害物にかかって死亡。カオスな試合になってます。ジャミングでちょっと残り30秒まではくるくる回る戦いになります。まずレーダー強化装置をつける人いないと思うんで、なんかただ1匹近づいてるのがいる。たまたま近づかれると戦いになります。おっと格闘入ったか。海風は回復装置付き。もう分散しているので、同士打ちにはなりにくい感じですかね。あとリエザーなんか引っかかった。地雷か。殴られている。殴られている。殴られて死亡。もうジャミング余っていないのか。まだ1分あるがジャミングも余っていないのか。だからなんか稼働にゴツゴツ当たってるのもいるか。よくわからない。あと脱出した。脱出した。だからゲイザーもう3対。じゃあ2対1です。2対1か。しんどい。上からも撃たれて終了と。レーダーとは生後2回です。馬はどういう動きをレーダーなしでするのかちょっとよくわかんないですが、壁にぶつかっています。3匹も壁にぶつかっています。4×4 は戦いがカオスになりすぎて何とも言えないですね。これでただ横から近づいて、ただ、打ち合いに、一周に一回だけ打ち合いになる。追いかける、追いかける。ただまたジャミングが発動して、あと一生懸命追いかけているけども、追いつけない。追いかけてる。一人追いかけている。ジャミング切れたのか。ジャミングが切れて、戦い始まりました。また壁に見つかっている。このまま時間切れか。そんな時間切れか。戦いが始まった。配置地雷が巻かれている。こっちは勝ってるのかな。
レイザー回復でちょっと有利ですね。もう時間がなくてレイザーの勝ちのようです。はい、縦島巨人ファンはこうなった時にどうなるのかな。なんかでも打ってますね。なんか打ってます一応。壁にぶつかりながらも打っている。どこ打ってるんだこれは。なんか壁の外に向かって打ってます。壁の外に向かって打ってるのか、よく全然わかんない。一応中に向かって打ってるのかな。いや外に向かって打ってるようにしか見えないかな。一応ショットガンで対空対策には若干のあるけど、ただレーザーは減らされている。かなり減らされている。かなり減らされている。ジャミング使えば操縦型有利ですね。ただ操縦型大会が開かれることはないと思われますね。巨人ファンが勝ち。なんか外周に張り付かされている状況ですけども、下を通ったレーザーが上から撃たれて終わりました。ねえ、俺のわけわからん期待。後ろまで一旦下がってあと打ちまくるだけなんですよね。リーザーなんか、リーザー殴られたのか。ただゴミゴキの方は回復手段持っていないんで、この辺りはちょっと不利ですね。ジャミングをしているのかしないのかちょっとわからない。一応ジャミングをまたした。この段階でまたジャミングしたがちょっとレーザー打たれている。打たれている。また一匹棒。ちょっと不利になっているか。おっと、このまま終わってしまうか。ジャミング動いてる。このまま終わってしまうのか。俺のは交代し続けるチャイなんで、一応前は向いています。前は向いています。で、時間切れで俺の勝ちでした。